はい、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。アイリッシュクロシェの4回目、今回で完成となります。今日はこちらの葉っぱをドイリー本体につけていこうと思います。でまずこちらのように前回編んだ葉っぱこの長々編みの長々編みと長編みの間にマーカーを打ちます。このように打っていきます。でこちらの葉っぱの方は山になる方が内側がくっついている方で、こちらの谷の方がドイとつく方になります。はい、そうしましたらまずこちらの方、ドイリーの本体の編んだ最後のところが編み終わりが鎖3目とこまでずっと一周編んできていると思います。ですので最初ここの2箇所目からつけていきます。はい、そうしましたらこの葉っぱの長々編みと長編みの間にマーカーを打っておきます。はい、そしたらこちら止めていこうと思います。こちらまず1つ目のとこはちょっと変則的になります。1目立ち上がってこちらの葉っぱのマーカーを入れたところの裏側からこの裏目のところを拾っていこうと思います。鎖と鎖の間のこの目を取っていこうと思います。で最初は変則的なのですが、こちら最初の目ですね、立ち上がりを一つしてこちら通して細編みなので細編みに入れて引き抜いて糸整えます。そして細します。鎖3目します。次は普通にで鎖3目、そしたら次のマーカーのところの緩んでるのでここはこういう場合はちょっと2つすくおうと思います。こうして次の鎖のコマ入れて引き抜いて細編みします。はい、これで葉っぱが2つつきました。でこの場合、見た感じもうちょっとこちらが上に行きたいので少し寄せた方がいいと思うので1目ずらして留めた方が綺麗な気がします。その場合はマーカー一つずらしておいて希望の位置に持っていきます。
サイズが少しずつ違うと思うので、加減はそれぞれでしてください。ちょっとずらしてみます。一目ずつずらしました。これでもう一回やってみます。はい、そしたらここで今マーカー一つずらしましたので、一目立ち上がったところになります。でこの鎖の裏山を取ります。で駒に通して引き抜いて一緒に駒します。鎖3目して、で次からは鎖3目の後に止めていきます。裏山、次の駒、123駒、123駒、123。そしたら次の葉っぱを止めます。通して一緒に抜いて駒、鎖3目駒、鎖3目して、次のマーカーのところ、こちら鎖3目で、中心のところに来たので、こちらが鎖一目しておいて、この中心を留めます。こちら裏を2目ほど取って、こちらの中心のところに駒をします。で鎖一目して調整して駒します。これで一つ分がつながりました。これぐらいでいいと思うので、この感じで留めていこうと思います。長々編み5目の一つ分と4つ分、この間に留めました。そして次こちら長々編み、長編みのこの長編みのところに止めました。このようにしてその漢字を見ながら止めていく方がいいと思います。それぞれ手加減が多少違いますので、何目が何どこっていうよりも、この漢字を見ながら止めていく方がいいと思うので、このように説明しました。で裏の止め方はこちらの半目すくいながら止めていくといいと思います。ではこの感じで全体を留めていこうと思います。はい、1周留めてきました。そしたらその最初のところとのつなぎをしていませんので、これまでの流れからすると外側の方でちょっと重なってきたので、そのように閉じていこうと思います。最初にやっても大丈夫です。こちらの方、端まで来てるのでちょっと戻って、2目ほど戻ってからこの位置ですくってで閉じようと思います。
ちょっと重ねる感じで留めました。あと糸始末をしておきます。そうしましたら最後のところ留めていきます。鎖一目の角の目二目ほど二本すくって向こうの通して駒鎖一目駒、そして編み始めがこの位置なので鎖三目と編み始めに引き抜きをします。はい、これで葉っぱを本体につけることができました。でこの後は縁編みがまだ欲しかったら編みたいだけずっと編んでいったらいいです。で花は編みながらでもよかったんですけどかえって複雑になるのでもうこちらを針で留めていこうと思います。そうしましたら今こちら編み終わりがこちらの外に来ているので少し中心まで移動します。そうしたらこの位置とこの位置ぐらいで留めていこうと思います。この葉っぱのところとの下の鎖をしっかりすくって留めようと思います。こことの位置をすくって このように留めていこうと思います。くぐらせる回数はお好みでいいと思います。そしたらこちら今ここにもう糸が出てるのでまたそのまま戻ろうと思います。最初の糸を出したところに戻って、これでもう往復したのであとはもうこれで止めて糸始末をしたら終わりにしようと思います。これで何回かくぐらせたらもう終わりでこれでいいと思います。このような感じで全部留めていって完成になります。では留めていきます。はい、このように閉じ付けてきました。そしたらこれでドイリーの完成になります。そしておまけなんですけれどもこちらの六角形にした場合にもしアイリッシュクロシェをつけない場合はこのように普通の縁編みにしてもいいのでちょっとやっておこうと思います。でこちらは希望の段まで編んだらこのネットの山にコマして鎖3目をずっと繰り返して 2段ほど編みました。でそれからこの簡単な縁編みをつけたのでちょっとやっておこうと思います。こ
ちらは、コマ中長々長々長々とピコッとになっています。で、こちら今、ピコッと編んだ後のところになります。で、長編みまで編んでるので、中長コマ。はい。そうしたら次は、この1、2、この、下のコマのところは飛ばしました。コマ、中長。で、ここはちょっと山なので、次に、で、長編み、長々編み。で、ピコット、3目のピコット。で、長編み。で、次で、中長コマ。で、角はこんな形になって、あとは、コマ、中長、長までを一つに入れて、で、長々をこのコマに入れて、で、ピコッと。はい、そして次のとこに、長編み、中長編み、コマ。はい、この繰り返しで一周編みましたので、最後まで編んでみようと思います。はい、最後まで編みました。で、編み終わって糸を抜いたら、チェーンつなぎすると綺麗なので、ちょっとやっておきます。こちら通して、戻ります。で、このチェーンのように目ができたら整えます。で、これで糸始末します。はい、これで六角形もできましたので、2枚土入りが完成しました。まあ、どちらでもお好みでお好きなように編まれたら楽しいかと思います。この六角形の状態でもこちらのアイリッシュクロシェつけられますし、この円形にした場合でもこちらの縁編みをつけても大丈夫なので、どちらでもお好きなように楽しんでいただけたらと思います。はい、それでは今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む先編みでした。またお会いしましょう。 Thank you.